しかし、この崇高に対する建築家の思いは時代を超えて続いていきます。16世紀のパラディオという建築家のものです。後期ルネッサンスに属します。これをマニエリスムとも言います。バロックの時代の手前の話です。パラディオはベネチアを中心に活躍しました。スライドはそのロトンダの平面図です。完璧に抽象化されていることがわかると思います。四方にファサードがある正方形の完全な対称形の建物です。それぞれのファサードにはポルチコというものがあって、建物の四隅の各ポルチコの中心を通るように円を引くと、建物と建物のほぼすべてがその中に、その円の中に収まるようになっています。ラ・ロトンダという名称は、中央の円形ホールとその上のドームに由来しています。ファサードもこの半円の中に入ることになっています。その外形です。これは一種の別荘建築のようなものでした。もう一つ、パラディオの建築を紹介します。サン・ジョルジー・マッジョーレ教会です。仮面教会と言われています。ベネチアにあって、対岸からよくこのファサードが見えます。内部と関係なしに真っ白なファサードがプロポーションだけを守って構成されています。このように幾何学が時を超えて続けられていることがわかると思います。時代をもう少し進めます。クロード・ニコラ・ルドゥーです。フランス革命期の建築家です。分類でいうと新古典主義の建築家と言われています。この後に説明するブレーとともに原始の建築家とも呼ばれています。18世紀後半のことでした。これが大事なんですけれども、1789年のフランス革命の前、直前の話です。そうした意味で先ほどのブルネルスキーと共通点があることでもあります。1779年に完成されたという省の製塩工場です。半円形の都市プロジェクトでした。王立の塩工場です。塩の作り方は秘密であって国家的プロジェクトでした。その作業状況を監視する意味でも半円形の形をしていました。ただし、ルドゥー建築家には数学的幾何学に魅せられた理想があったようです。この外には畑も巡っていて、理想的な思想的な都市生活がそこで考えられていました。ただし、これは反対に、中央にいる管理者も観察されているという仕組みとなっています。これは後に哲学者のフーコーが牢獄と誕生という本でパナプティコンと言っています。悲しいことにその後すぐフランス革命がこの本のように起きてしまいます。ルドゥーは他にもパリの街周辺に街を監視する管理人室を多くデザインをしています。この時代は都市に労働者が流入して、それがうまくいかずに失業など多くの問題が起き始めていた頃のことでした。そうした時にルドゥーなどが理想建築を作るというのは喜劇的なことでした。エティエンヌ・ルイ・ブーレーも同様です。これはニュートン記念堂です。
球形です。最先端の科学であり、この世すべての現象が説明できると信じられた時代のモニュメントデザインでした。ニュートン力学の記念碑的建物です。ブレイのオペラ座のコンペアンです。ブレイは革命的な建築運動に携わっているという自負がありました。建築によって社会が完全に刷新されることを信じていました。彼らに共通する要素は、厳格な立方体のシルエット、直線的な構成、半円のドーム、コリント式やイオニ式よりもドーリア式とトスカーナ式のオーダーでした。しかし彼らは悲惨な最後を迎えます。フランス革命によって世界が全く逆転してしまいます。市民の時代となりました。このような中央主義的なデザインは一瞬で消えてしまいます。ルドゥの晩年は非常に悲しいものであったと言われています。磯崎新は、こうした人間が神に近づこうとすることをアントロポモルフィスムと言っています。それは建築においては幾何学や数学を手にしてこれで物事をコントロールしようとする試みです。こうしたことが歴史上何度も試みられてきました。そのことがこれまでの説明で分かってきたと思います。しかしその多くは頓挫してしまいます。とても不思議なことです。